はい、皆さん、僕はじゃあ、こんにちはです。DOD さんのめちゃ萌えファイヤーをね、前回紹介したんですけども、今回も焚き火台です。ただ、形が全く違うので、ちょっと見てもらいましょうか。ででんと、DOD のビートルくんっていう焚き火台なんですけど、僕が今まで持ってるその焚き火台とは全く違うタイプなので、ちょっと高さが高いのかな。出してみましょう。よいしょ。まあね、100分は一見にしかずと言いますから、この前買ったばっかのまた買ってんのっていう感じですけど、ほんとね、型が全然違う。よいしょ。こういう感じですね。丸い。そして重たい。3キロ4キロぐらい、5キロあるのかな。結構重たいですね。この前のめちゃ萌えファイヤーと同じぐらい重い。あれ自体も結構重いんですよ。中の方見ていきましょう。丸く収まるのは嬉しいですね。最終的には丸く収まる。ででんと、なんかね、白いものと、説明書と、よいしょ、パンですね。若干パラボラっぽい。よいしょ、こういう形のやつですね。ちょっと湾曲してるタイプの焚き火台、組み立ててみますね。他の部材も全部袋に入ってる。これは非常にありがたいですね。いろいろ分かれてるな。部品がですね、こういう細い棒が4つ、謎の棒が2つ、2種類ね。あとはチェーンがいっぱいあるの。どういうことだろう、チェーン。組み立てていきましょう。ここの穴に後ろから通す。これ4箇所やればいいってことです。穴を2つ開けて均等に刺していけということなので、一応これ合ってるんですけど、バランスが非常に難しい。今こういう感じでなってますけど、これ安定したか。この4本だけで支えてるような感じですね。あ、今すごく安定してる。これをここに刺して、もう1個あるね、こちらを刺して、これで完成か。最後ここにチェーンをね、つけて、ダッチオーブンかなんか潰す。結構強いな、これ。潰すっていう感じなのかな。実際にここで焚き火をしていこうかなと思います。こんだけ平べったいと木がすごくね、並べやすいね。若干湾曲してるので、その辺も利用しながら風をね、うまく取り込んでいくんだと思います。よし、じゃあ火起こししていきます。今日はね、火打ち石でやっていきましょう。せーの、よし。オッケー。でこれをちょっとね、新聞紙がありますので、新聞紙に移していく。でこれを、よいしょ、おっ、もう燃えた。そしてね、おかえりなさい。あ、燃えた燃えた。すごくないねえ、めっちゃ燃えた。買い物から帰ってきた嫁さんがね、今横にいます。新しいやつか。うん、新しいやつ。そんなカメラ使って大丈夫なの？うん、大丈夫だよ。あったかっていうか暑い。この前のあのめちゃ萌えファイヤーと違って、かなり風の影響受けるね。なびいてるでしょ、めちゃくちゃなびいてるでしょ。薪の置きやすさはめちゃめちゃ置きやすいし、焼き芋とかはすごい最適かもしれないね。こんだけ自由に置ける。うわ、ちょ
ちょっとみんなで焚き火をね見ていきましょうか。癒されるな。はい、というわけで、DOD の、ビートルくんね、使ってみたんですけども、今までの焚き火台と違ってこう範囲がねめちゃんこ広いので、薪を何個置いてもまだスペースがあるっていう感じで、焚き火を楽しむにはかなりいいかなと思いましたね。ただ今日みたいに風が強い日だとその火のコントロールが少し難しいかなっていう感じはしましたね。風の強い日はあのめちゃもやファイヤーの方がなんか安定するかなっていう感じがしました。で、あとはですね、夜の、映像を追加して撮っておきたいと思いますので、夜のがね炎映えますので、そちらも、楽しんで見てみてくださいっていう感じで、 DOD とね、めちゃもやファイヤービートルくんと、続きましたけども、次あたりはねちょっと実際にキャンプ場行ってね何かしらも料理したり泊まりもしたいけどね、ちょっと今年始でね忙しくて、あとねキャンプ場自体がねめちゃめちゃ混んでて、一回行ったけどちょっと断念したんですよね。こんな感じで今年も、キャンプとか、キャンプギアについてもですね、ちょっといろんなメーカーがあるなっていうのを改めて思いましたので、必要ないものはですね買わないですけども、いいなと思ったものに関しては買ってみて試していきたいなと思います。そんな感じですね。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。